画面の前の皆様、こんにちは。ベルクラでございます。ユニバーサルサンドボックスの方にやってまいりました。このゲームをね、知らない方のために説明しますと、宇宙シミュレーターね、もう宇宙のこの惑星とかをね、自由に配置して、引力の引き付け合いだったりね、この恒星間のね、なんだろう、ぶつかった時とかのね、衝撃とか、あと地球の温度とか、そういったものをね、こう事細かくね、観察することができる。うん、例えばこれ地球ね、アースで、ここら辺にいろいろあると思うんですけど、エイジだとこれは、まあ、地球の年齢とかね、そういうやつね。うん、これは大きな塊という意味なのかな。でこれ半径、うん、で密度とかね、そういうのがね、いろいろあるわけですよ。表面の、まあ、温度とかね。表面の温度はちなみにこれですね。15度。冬らへんこれ。秋口かなわかんないけど。あ、ここ5月、春らへんだったみたい。2024年の。今からもうだいぶ先ですけど、だいぶというほどではないのかな。うん、こういったものをね、シミュレーションしていく。例えばね、うん、例えばだけども、ここにですね、月があるわけじゃないですか。で地球がね、さらにここにあるわけなんですが、ちょっと一旦止めましょう。地球の周りはもちろん月が回っている。うん、あれどこ行った？月どこ行った？月ないのか。ムーンね。まあこんな感じね。うん、でそれをいくつもこういうふうに設置することだって可能になるということなんですよ。動かすとこういうことになっちゃうね。もうものすごい速度になっちゃってるけど、近すぎたんだろうね。うん、で自分で調整してこういうのを惑星を配置して遊ぶ。どうなるんだろう、この頃地球ではどうなってるんだろうみたいなね、これ覗いてみます。まあ、特に支障はない。うん、温度もまあ普通。なんか重力的なやつ、速度がこうちょっと速くなったり遅くなったりみたいなのはちょいちょいしてるぐらいかな。うん、あとはこの辺の数値がクリ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 動いてるけど、対して地球にとってはね、ちょっとうざいぐらいな感じ。月がグリングリになってちょっとうざいなみたいな。おそらく地球上では月の引力のせいで、引き潮とか、あら行っちゃいました。地球行っちゃいました。まあそんなことはさておきね、地球滅亡はさておき、実は私のこの、ユニバースサンドボックスの動画が、ある学校のね、なんか科学の授業かなんかに使われたと。すいません、ほんとすいません。なんていうか、わりかし初期の頃は普通の実況してんだけど、もう今となってはなんかもう破壊衝動に駆られたりして、この知的好奇心を埋めるためにいろんなこう破壊行動をやったりしてるのね。うん、なのであんまり参考にならない。参考というか、授業に持っていけるレベルだとは全然思ってないんだけども、なんかそういうふうにね、使われたということみたいですね。うん、いや、ご報告ありがとうございます。生徒の方からね、報告されたんだけども、で今回ちょっとやっていきたいのは、太陽様、うん、もう神様みたいなもんなんだけども、太陽系で言ったらね、太陽系のこの惑星たちをね、もうこうやって公転させてる、もう大地主みたいなもんなんですけども、この太陽にね、地球何個で太陽は壊れるのかなと思ってるわけですよ。例えばここに、かなり近い距離ではありますけども置いてみます。普通にこのアース、ここがアースのね、距離感ですよ。半径この辺ね、で相当な距離ですよ。でここに普通に置くとこういう感じ、ボーンといくんですよ。で公転しないわけ。もう置き方がね、ここで決まってて、公転させるにはこういう風にすると、いうことなんですね。うん、でもう一回置いてみますよ。ポイッと置きます。でこの地球がやってきますよ、やってきますよ。おーっと、あまりの速さに何か向こう側に突き抜けたぞ。マジか。どうなってんのあれ。すんげえ速さで突き抜けてったけども、待って、表面温度93度で済んでますよ。これあれでしょうね、このすんごいグツグツの熱湯の中に指を一瞬パンと入れて引く感じ例えとしてはちょっと怖いけどね。あ、そう、近くに置いてみましょうか。近くだと分かりやすいと思うんだけども、近いと言ってもまあまあ宇宙レベルから見ると、宇宙人間レベルから見ると遠いんだけども、ポンと、お、突き抜けた。また不思議なもんですね。時間を停止しまして、さらにスピードの方を、遅くしてみましょうか。どれ ?2 個ほど置いて、ボーンと弾け飛びましたね、2個で。なるほどなるほど。じゃあここに12345678910個、10個やっています。でスピードをね、もう1ぐらいにしときましょうか。1ね、2ぐらいにしとこうか。さあやってみましょう。進め。おお、全部弾け飛んだな、10個。ただ太陽はまあまあ大したダメージにはなってない。太陽の、ちなみに数値はこういう感じですね。表面温度が 5417K となっています。うん。10個じゃやっぱ無理だわ。10個で破壊できるもんじゃないわ。3、4、5、6。100と。100個。地球100個。地球100個を置いてみたと。どれ？地球の方を見てみましょうか。この100個ある地球の後ろの方でね、様子を伺ってみましょう。うん、こんな感じです。幻想的ですね。さらに、スピードの方を落としまして、いきますよ。100個、100個投入しますんでね。こう。だいぶね、時間だいぶ遅くしたんだけども、ゆっくりゆっくり進んでるね、これ。もうちょい早くしようか。あ、こんぐらい。おっと、ちょっと来てる。ぶつかっていってるね。おおすごい。うわー、おお、100個丸飲み。いや、太陽ってすごいんだね、やっぱ。これで表面温度も大して変わってないね。うん、300K ぐらい上がってるぐらいで、特に他の数値は変わってないんじゃないかな。いや、すごかったな。これでも大して太陽動いてもないしね。100個じゃ足りなかったかな。100個じゃ足りないかも。9、9、9、200個。200個どうですか200個の地球をちょっとぶつけていってみましょうか。うん、こんな感じですね。さあ、動かしていってみます。動き出しました。200個の地球、200個の地球が、あ、地球同士もちょっとぶつかってるやつがあるね。お、いってる。200個の地球がぶつかっていってる。私たちの住む地球もこのまま突っ込む、それは避けようのない事実。うわ壮大すぎる、これ壮大な殺戮。いや、神の、ほんと神の遊びだよね、これ。うわ、こうやって宇宙って作られたんだろうね。神様ってこうやって惑星をもてあそんだ挙句宇宙できちゃったみたいな、そういう感じなんだと思う。すごい、200個で耐え切った。でもね、見てください。太陽がちょっとさすがに200個で動き始めました。太陽がほら今これこのね進行方向が右の方に動いてるんだけども、水星とか火星とかここら辺のね方に向かってますね。これどうなるんでしょうか。少し早めてみましょう。お太陽動いてる、太陽動いてる。これは合計まあ約300個の地球、300個の地球で3を動かすことができた。そこどけっていうね、太陽系はわしらのもんじゃっていう地球のね200個分のパワー、300個分のパワーで動かすことができると。太陽系を狂わせることができるということですね。じゃあちょっともうちょっと早めてみようか。どうなってんだろうね。いっちゃったね。それに巻き込まれる形で我々の本当の地球がねランデブーしだしてる。これ我々が住む地球、これがねで太陽こっから見るとあそこでももうすんごいことなってる。これうわあれね近いように見えてあれ全然遠いですから。太陽の大きさってばっかでかいですからね。あ近い近い、意外と近いわ。あれ太陽こんな小さくなった。あれちょっと待って、太陽がさあれ収縮してる。何これ、どうしたんこれ。ちょっと待って、半径がですね、70万キロ。あれこんなもんだっけ。いやーすごいな。もう太陽系から太陽を押し出すという感じになっていますけども、実はね我々の住んでる地球以外に最初に吹っ飛ばされた地球がこんなところにもまだいると。ここにもいますね。うん、ただこれが太陽系なんだけども、もう崩壊、完全に崩壊しきってますよね。うん、ジュピターとか、ここももうベニスとかもね、もう変なことになってる。うん、でさらにこの地球が太陽を追いかけながらクリンクリンになってるという状態ですね。ネプチューンかも近くにあるやん。どうなってるこれほんと。いやまさか100個で動かすことができるとは、300個で動かすことができるとは思いませんでしたね。時間をさらに早めてみましょう。さあこれ大体100年ほど過ぎたところですけども、こんな感じになっております。150年ほど、経ちましたが、安定してきてますね。地球がこう太陽に乗っかりつつこの重力ターンをしながらね太陽系をもう脱出している。もうむしろこの太陽を動力源とした宇宙船みたいなもん、もう地球がこのまま太陽の力をずっと借りておそらくこの太陽系を脱し銀河系を脱出していくんではないかと、思いますね。でも100年でこの程度しか進んでないのでまあ人類は絶滅するでしょう。間違いなく最初の10年以内にはもう全滅してると思います。ついでなので地球じゃなく、例えばちょっと大きめのやつでやってみましょうか。何がいいかな。サターンどうよ。結構大きいよサターンって。もしくはネプチューン、いやでもジュピターにしようか。サターンでいいですね。サターンをやってみたいと思います。まず1個。おお吸い込まれたね。一瞬ですね、一瞬。じゃあちょっと2個目、10個やってみましょうか。いや3個ぐらいにしよう。結構でかいからさ、人類を滅亡させるのに必要な、大きさだから 200m ぐらいあればほぼまあ絶滅することが可能だと、いう話を聞いたことがありますね。それが太平洋に落ちると津波やら何やらの影響で何億人か死ぬと。だからまあ1キロあれば確実なのかな、うん、だからその対比と比べたらこれ3つって相当なんじゃないかと思います。いきます。近づいているサターンが3つ近づいて、おっと、おー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 、いや結構なダメージいったんじゃない？絶対今の致命傷来てるでしょ。ほらクレーターみたいなのができてるよ。わわ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 、やばい感じしてる。寿命やばいかなこれ。もう一個ぐらいいったらこう終わるんじゃないか。どうだろう、置いてみます。どうなる？太陽崩壊するか。あ、このぐらいじゃあもうやっぱサターンが分裂するぐらいで済む。ただ太陽の自転がやばいことになってる太陽自転すんげえ加速しだしてますねこれやべえやべえ、超加速。これ他の惑星には影響ないの？この超高速で回ってんの。こうサッカーボールとかをパーンパーンって弾いてる、ああいう感じなのかな。10と、いきますよ。5、おー、10個程度じゃっていうところではありますね。9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、すごい数放ってあの太陽を攻撃してるんですけども、やっぱ太陽収縮してるやん。ほら小さくなって、どうなんのこれ。サターンの攻撃によってものすごい3が小さくなった。これ何が起きたんだ？3の温度がすごく下がってる。逆にサターンを投入しまくったせいでなくなった。40個、いや多分ね670個ぐらい、100個いかない程度で太陽が消滅、もうサターンが打ち勝ってどんどん太陽が縮小していって、で消滅して、サターンの勝ちと、サターンの押し切りということになりました。そんなわけでご視聴の方ありがとうございました。皆さんのね、知的好奇心をくすぐりながら、このユニバースサンドボックス実況していきたいと思います。お疲れ様でした。皆さんの良きゲームライフを。